何が一番最初に連れてくれるかな。え、平らばちゃだけど何連れるか分かんないの面白いですよね。あ、確かにね、うん、はい、はい、今日はですね、67、サビアを使ってますね。はい、サビアってメガロロットじゃないですか。メガロロットですよ。でもね、俺これで何でも釣ってますからね、結局。ライトジギング SLJ なんかもすごいこれでやってて、で、なんて言うんだろうな、この柔らかさがちょうどいいんですよね。すごくなんて言うんでしょうね、そのライトジギングとかに合ってるんですよ、あの柔らかい感じが、うん、でね、本当にメバルロットなんだけれど、オフショアで私実はかなり使ってます。かなり大型のね、あのクロソイ60センチ近いやつとかもこれで上げてますもん。一般的には、うん、メバルロットで平らなジギングやると、ええ、そのウエイトの心配があるじゃないですか。そうですね、強度的な。あと80グラム100グラムは結構平気で使ってますよ。キャストしなきゃ意外な。そうです、そうです。バーチカルでやる分には全然平気です。その辺ちょっとピッと来ない方も多いので、はいはいはい、もうちょっと安心させてください。もうちょっと安心ですか。実際に水深が何メートルかな、60メーター、70メーターぐらいで100グラムぐらいのを使う分には全然平気ですね。タチウオとやるとか、その SLJ のようなライトジギングとか、そういったものでも全然普通に使ってます。で、まあ、リールはだいたい、この小型のベイトリール、まあ、よくベイトリールでジギングやる方は使われるような小型の ジギングベイトリールに、B が、06から1.25ぐらいまでだったら普通に使ってる感じですかね。強度的にも全然問題ないと思いますよ、それで。はい。佐藤君はタックル今日は。はい、今日はロッドはサビアです。二人ともサビアだ。はい。大丈夫？全然大丈夫で。ライトジギングから SLJ ぐらいだったら、だいたい僕だと100グラムぐらいまでは。サビア。はい、バーチカルの釣りなんか。魚はどれぐらいのサイズまで実績がサビア？ヒラメだったら5キロ以上。ちょっと待って。5キロって何センチ？80センチぐらいかな。85センチで最高が。サビアで？サビアで。小瀬さんでそんなの何匹も。うん、まあ。じゃあ50、60は普通に。普通に釣れますね。サイズも、はい。引き数も釣っちゃってる。うん、全然大丈夫です。あと青いのだと、青物だと大体70センチとか、さなんか3、4キロぐらいの魚だったら、うん。本当にさっきも地球さんに言ったけど、本当に広範囲に使えてたのかな。青もそうですね。そもそもの出自はメバルロットなんですよ。もう僕の中では半分もオフシワのロットになっちゃってる。だから、うんとね、ジギングもそうですし、あと僕だとそのバチコン、バチカルコンタクト、メバルをバチコンで狙ったりするんですけど、まあ、その時にも深おもりだと、うん、25ぐらいかな、まだは全然使っちゃうんで、あとは根魚の SLJ、まあ、うん、クロソイとか、うん、マゾイとか、アイナメとか、まあ、魚種問わずですね。なかなか便利だ、サウジ。便利ですね、もうなくてはならない。じゃあぜひ今日は5キロ目指して、はい、なんとかよろしくお願いします。はい、やっぱりなんか食ってる。よし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 、乗ったか。おヒント、よしよしよし、来たぞ。これはなんだ、これはなんだ。やっちゃってる。やったぜ、やったぜ。いや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 、ですか。参ったね。イエーイ。毒のないやつ。白サバかな。うん。やべえな。わざわざ船貸し切りであんなん釣ってたらしょうがねえよ。まあこれからっすよ。あ、これなんか群れているな。下落ちた瞬間にやっぱガツガツって当たってくる。
ああまだいるぞ白サバフグきっとサバフグっぽいのあたりがまた来てるりますか。今船長がすごいでかいやつをかけた。かけた、うん、バレたっていうか切られた。うん、おーし、くしゃー、よし、おー、いいんじゃない。俺の方も今の間に切ってた。食ってきやがった、ちくしょー、頭きた。なかなかのサイズ、多分。おー、でかいでかい。やってますね。やってます。ナツオ。ナツオです。おお、でかそうじゃん。タイですね、しかも。いいね、いい感じ。お、でかいでかいでかい。ナイスタイ。やったー。これはいいぞ。これはいいぞ。ありゃいい。ありゃいい。やったー。うん、やったー。ナツオダイ。ナツオダイ。これがいいじゃん。ナッツスリム 45g。 おお、がっつりかかってるね。そうですね。そしてそれにネクタイ仕様で逆付けにしました。なんか船長さんがね、動きがね、あと平らに反応良くて、うん、ちょっと動きを抑えようかなと思って、ほうほうほう、リトリーブの逆付けの方がいいかなと思って。なるほど、はい、つまり平ら場によく当たってて、謎に当たってないときは逆付けがありってことだよね。そうですね。ちょっとやっぱり若干そのアクションが、うん、わざと殺してみました。謎の場合はそれができるよね、裏返ししてね、前後、うん、それがね、やっぱ対応可能なんで、ここがやっぱ夏のいいところだと思うんですよね。通常より逆付けになってます。はい、はい、やった。おお、素晴らしい。めちゃくちゃ嬉しい。ロットはサビアです。サビアだよ、はい。というよりタイラバロットってティップその他の感覚がだいたいメバルロットだよね、うん、そうですよね。あの、そのグリップエンドがちょっと短いかなっていうぐらいで、こんくらいなんだよ、5センチぐらい、4、5センチ。だからまあそこがサビアの強みで、ボートでもオカッパでも両方いけちゃうと ね、 うね。このサイズのタイにも決してあのロットがパワー負けしてることはない。うん、全然まだ余裕があった。まだまだ、ね。いや、だけど広勝くんのヒントになったんで、動かさない方がいいんだなっていうのと、あとギア比聞いたじゃん、だからハイギアなのって。よし、そうなった。お、来たー。でかいでかい。さすがに佐藤くんよりは小さそうだけどね。いや、でもまあまあ、やりましたよ、ようやく来ましたよ。ええ、さっきからね、当たりは何度か来てたんだけど、おしよ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 し、抜けるサイズ、抜けます。かかるところがあれだね。よいしょ。おい、はい、はい、いいじゃないですか。お、ね、かわいいけど釣れました、とりあえず。おう、ロットはすごい、サビアで。うん、今あの当たってきたのが、あのちょうどティップがうまい具合に入って、それがかに近かったけど綺麗にかかってくれましたね。おお。で、ナッツオの 65g を使ってみました。ちょっと佐藤くんとはね、重さをわざと変えてみたんですけど、うまくいきましたね。なるほど。いやいや、素晴らしい。はい。ナイス。さあ。おー、た。これは寄ってきてる、順調に寄ってきてる。これなら大丈夫だな。うん、もう針やつれませんね、これなら。よし、来た。よいしょ。はい、ナイス。めっちゃ順調じゃん、佐藤。はい、綺麗。ねえ、私が夏大夏大素敵なサイズ。塩焼きにちょうど良さそう。
釣れるじゃないのここ。つうかサビアってすごいっすね、改めて思うけど、万能性が半端じゃない。高いもん。なんか将来のお客さんも平場で使えますって言うとえって言うんですよ。いや使えるって、使ってみればわかるからって。もうはっきりしてますね、当たるところと当たらないところ。当たるところ本当にはっきりしてる。食いがね全然違うもんね、うんうん、そこをこうあーくそ当たりました、うん、いいところに入るか。流しながらやっていくんでしょうね、うん、当たるやるとやっぱすぐ当たるんだ。いや当たってんのに。あ来た、おお拾った。おおこれいいね、これいい、うん、おーいける、うん、でかい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 。ちょっと待ってくださいね、根切らないと危ないんで。いやこれ良さそうじゃないですか。いいんじゃないですかね。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。だいぶ走りましたよ。おー走る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 、うん、ありそうな気がする。さっきよりいいんじゃないかな。おーおーサビアが曲がってる。フルベンドしてる。サビアが曲がってる。さあ、なんでしょうか。これはいいぞ。おお走る走る。お、リーダーが見えてきた。見えてきた。あ、青色です。あ、そういうこと。青色。いや、いいんだよ。青色です。はい、はい、しよーす。やった最高じゃないですか。絵としてはあれですよね。なるほど、こいつでしたか、うん、青物でした。事故として食ったのか平場として食ったのかちょっと微妙かもしれないね。わらさーサイズ。今度はなんだ。ナット平場仕様で稲田、わらさかな。わらさかな。なるほど。巻いてたらズトンです。あのね、これも言っとくけどさ、ジグナだけに平場もできるんだけど、ジグナだけに青物も釣れやすいよね。もちろんジグですからね。ジグですからね。やっぱり平場とはそこは若干違うところがあってね、ね、うん、両方いけちゃう贅沢ジグだね。贅沢。なかなかいいサイズ。本当だ。センキュー。っていうかサビオってスペシャルロットですよね本当に、うん、あのサイズ普通に釣ってますからね。さっきからあれホール中に当たるっつってたのはもしかしてあの青物がね来てたのかも、ね、うん、そうかもしんない。チャカ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 ジグの方だったらもしかしたらだから乗ってたかもね、うんうん、アシストフックの普通の、うん、ホール中もだからジグの方に当たってきたかもな、うん、これエンジン消してやってるからだからジグであのリフト&ホールでやってもいいかもしれないですよね、うんうん、もしかしたらね。ホウボウとかソイとかメバルとか釣れるといいですね。ホウボウ釣れてもらいたいな、うん、もう少しそこをネチネチやった方がいいのかね。そういうの釣ってきたり、うん、まあ、だ結構ジギングやっててホウボウだいぶ上でも食いますよ。あ、そう、うん、浮いてるわけはないから追っかけてきて食ったんだろうね。そういうことだと思いますね。口下にあるからあの人たちはあの捕食はあんま上手じゃないんですよね、うんうん、本当当たりあるところは当たって、ね、ないときは全然ないよね。はっきり分かれるの面白いな。